お疲れ様です、マッピーです。今回は爆強ゴマパレード回していきます。で、今回の強ゴマなんですけど、プリリアと火の閻魔ですね。神の五つゴマのプリリアが進化と同化って、火の閻魔は魔の英語まで、混合で使えるような、魔属性のアタッカーという感じですね。ということで、見ていくんですけど、プリリアについては、自分の神ゴマ依存でね、回復が多めっていう感じの性能なんで、ギルガメッシュと相性がいいですねっていうのを先にね触れておいて、プリリアです。まず進化のプリリア、自分の神ゴマが4枚以上の時に発動できます。 あとあの神単属性ね、神属性単一っていう、はい、条件がついてて、ひっくり返した後の自分の神ゴマ1枚につき HP500 回復の最大4200回復で、コンボスキルが自分の神ゴマ4枚以上の時に発動できて、こいつ含む自分の神ゴマ1枚につき550の特殊ダメージ、最大で5500の特殊ということでですね、スキルでね4200まで最大で回復できるっていうものなんですけど、それを神ゴマ依存でねやっていくということで、神ゴマね1枚につき500上昇なんで、こいつ含めて盤面に神ゴマがね、9枚で4200に達すると、8枚でも4000回復までいけるっていうところなんですけど、1ターンでね4000とか回復したら強いっす。はい、強いんだけど、個人的に思うのは、神ゴマがね盤面に8枚とか9枚とかある盤面って、普通に神ゴマのアタッカー出した方が勝てるっていうか、そういう盤面もいるっていうか、そういう場面である可能性もね全然あるかなって個人的には思ってるんですね。ただギルガメッシュの S5 までね、こういう大きな回復を持つというか、ギルガメッシュリーダーでね、S でこんなねなんか一気に回復しますよみたいなのが今までなかったんで、結構ね初見殺しみたいな感じで使うのは強いかもしれない。例えば相手がギルガメッシュ対面を見てね、なんかシールドとか貼ってきたタイミングでプリリアをかまして、もう一回リーサルずらして、その後ねギルガメッシュから展開してる矢筒とかでね削るみたいな感じで削ってあげて、でその後ね開始のターンでコンボスキル狙ったりとか、そういう使い方ができれば強いとは思います。ただ個人的にはね、なんか上手い人向けなのかなっていう感じもしますね。4200回復っていう状況ができるんだったら、そのタイミングだったら他の S5 だったら5000とか火力出せるタイミングでもあるので、そこの差別化がちょっと難しいっていう感じがします。ただ強いのは間違いないんで、ギルガメッシュで使っていくのもありだし、あとはガブリーダーとかですね、ガブ耐久系でねプリリア使うっていうのもあり、で特にねガブリーダーって結構ね、種類があるんですよ。ガブ耐久もあるし、ガブ純速アタッカーなんかもあるし、ガブ純耐久なんかもあるんですよね。なんか防衛の駒入れつつちょっと殴りの駒入れてるみたいな。で個人的にはこのプリリアはそのガブの純耐久において、こう回復の一面も持ちながらコンボで火力を持たせるので、そういう使い方もできるので結構ね、強いと思います。はい、ガブ純耐久に入れるか、ガブかギルガメッシュ、ガブかギルガメッシュでとりあえず入れとけばなんとかこの子仕事できます。はい、ただ最近ねアンチヒールなんかも結構いるんで、新スキルのオーダーかな、あいつのそう新スキルオーダーが新シーズンに入ってから身長コマ3体とも持っててね、それの影響によってアンチヒールが結構増えてるんで、その点は注意ですね。はい、そんな感じです。強いのは間違いないんですけど、うまく使うのは難しいっていうか、上手い人向けなのかなって個人的には思いました。で10日の方がですね、スキルが3000の特殊と 20% デバフで、コンボが自分の神ゴマ1枚につき相手の最大 HP の 3% 雷撃、最大 12% 削れるってことで、個人的にはこっちの方が、上手い人じゃなくてもどんな人が使ってもね出せば OK っていう感じの性能なんで、おすすめな気はしますね。はい、進化の方がね、そのデッキの幅っていうのが、ガブかギルガメシカって感じでちょっと上級者向けっていうイメージもあったんで、その点この10日のプリリアは、神単属性であればどんなデッキでも使えるんで、で出せば3000特殊と 20% デバフを最低でもやってくれて、コンボなんかも雷撃なんでね、すごい使いやすいと思います。で、主なデッキとしては最近だったらつくよみとか、あとは、マルドゥークとか、あれはなんだっけ、転結とかね、その辺になってくるかなっていう感じもするんですけど、いずれにしてもね、とりあえずフェイルノートと組むのが強いです。もう紙デッキなんてとりあえずフェイルノート入れていいんですけどコンボが自分の神ゴマ依存っていうのがあるのでね、その点と相性がいいかなと思います。でルインっていうことでデバフなんで、シーズン待ち環境だったらね、なんかバフリーダーが多そうなタイミング、そういうね、法制で使っていくっていうのもありだし、普通に使っていくのもありだしって感じなんですけど、結構神の S ゴマも優秀な駒が多いんでね、リーダー枠の S にフェイルノート入れて、で残り2枠どうするかってなった時に、金マンも入れてる人もいるし、でそのせめぎ合いの中でプリリアをね入れるかどうかっていうのが、難しいところではある。なんであんまり S ゴマが揃ってない人にはおすすめなんですけど、揃ってる人だったら、結構選択っていう感じになるかな。なんか必須とかまではいかない気もします。でも結構強いとは思いますね。3000特殊 20% デバフにコンボ 12% まで雷撃が伸びるんで、火力はね
まあ、中堅アタッカーぐらいの火力なんですけど、まあ、悪くはない性能だと思います。はい、で次この火の閻魔ですね、混合デッキ条件で 1.9 倍のスキルに、コンボスキルが相手キャラ依存でアタック 1.2 上昇、最大 1.7 倍なんですけど、まあ、混合デッキ条件がついてるということで、混合デッキでね使うかどうかの話なんですけど、とりあえず混合デッキの魔属性って、まあ、結構テンプレとして挙げられるのはコロネ、夏ブラ、守護者、10日のポリプスっていう感じなんですけど、まあ、そこに火の閻魔が入るかどうかなんですけど、まあ、入れても入れなくてもいいのかなっていう感じはします。でとりあえず一番ね比較対象として挙げられるのがコロネですね。でコロネと火の閻魔どっちが強いかって話なんですけど、これは結構好みによるんですけど、コロネだ、コロネコロネは初手から使えないっていうのが痛いんですよ。ただ火の閻魔は初手から使えます。で火力についてはコロネの方が高いです。3100超えるんですけど、火の閻魔は2900台なんで、コロネの方が火力高いし、まあ、コンボについても 1.7 倍っていう部分は一緒なんで、まあ、初手に出せるかどうかっていうのが大きな違いですね。で、まあ、一応コンボはね、自キャラ依存のコロネと相手キャラ依存の火の閻魔って感じなんですけど、まあそんな変わんないかな。うん、で結構最近だったらこの相手キャラ依存の 1.2 倍上昇っていうのもね、召喚とかも多くなってきてるから、コンボはね火の閻魔の伸びっていうのも悪くはないです。まあ、速攻するんだったら火の閻魔の方が強そうですね。初手から使えないコロネよりは相手キャラ依存で、火の閻魔初手 X とか打っても全然 OK だし、はい、まあ混合デッキでそういう動きをねするかどうかっていうのは本当手駒によると思うんですけど、まあ両積みとかも全然ありかなっていう感じはします。であとは術師院っていう部分が一緒なんで、カップ戦で術師マイナスの時に2人ともマイナスされます。なんでこの混合デッキとかでね、組むんであれば、このね火の閻魔っていうのは全然ねカップ戦だったらあるかなっていう気はしますね。てかコロネがね混合デッキとか条件がついてないのにスキルで2倍出て、3100台の火力にコンボ 1.7 倍ついてるのがおかしいんですよ。あいつが強いマナグリにも使えてね、混合デッキでも使えるっていうね、コロネが本当強いなって思いました。はい、その点火の閻魔はねコロネよりも火力はちゃんとこう控えめになってるっていうかね、まあ、初手から使えるっていうのが一番ね強みになってくるんですけど、まあ、両積みとかでもいいのかなっていう感じはします。まあ、それほどコロネが本当偉大なんで、はいっていう感じです。ということで引いていきましょう。いや欲しいな火の閻魔、結構興味あるよ。はい、虹のかけら、あとプリリアも欲しいね、興味あります。はい、でも強駒ねそんなに欲しい駒は今なかったりするんだよな。ベネディクトこの間なんやかんや引けたんでね、なんやかんや、あなんだっけ俺なんか、あじゃあひまりってチョコマだっけ、なんかエスゴ出すぎじゃないこれ、プリリア出たんじゃないこれ、プリ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 、あプリ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 、一発目からプリ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 、おお、S 級ヒーロープリプリプリズナーやっしゃ、来たプリプリ来たわ、はいプリプリ来ました。あちょっと待ってください、俺なんか強ゴマってさ持ってないやついたようないなかったような、まあ、ちょっと一発目からプリリ引いちゃったんで撤退しようかなって思ったけど、ちょっと火の閻魔も正直興味あるんで引いておきたいかな。ハルモニア聞く、あ持ってるね、クーパーベネディクトペルルレイ持ってる持ってる、トルテ、いやトルテ持ってるな、あー全部持ってるわ、プリリア以外全部持ってるんで、まあこうなると火の閻魔狙いですね。はいお願いします。まあ、33連まで引いたら火の閻魔もらえるみたいななかったっけ、確かあれそういうのなかったっけ、違うか、なんか俺勘違いしてんな、お願いします。うん、まあプリ出たんでプリの2体目とかでも OK だし、まあ、あとベネディクトも俺1体しか持ってないから確か、はい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 、はい、止まりませんと、まあでもこれ引き強いな、トウヤとか出てる、結構いい引きしてるね。ま、ああ、もらえるやんけ。じゃあもらえるんで、これ最後、この11年いきますか。いや、プリ出てくれて嬉しい。プリ出たのあっちいな。プリ早速使ってもいいな。今日の補正ね、確かね、大盛り補正なんですよ。プリ使うのもありだけど、どうしよっかな。なんか今日リベンジとかの動画も撮ってみたいんだよな。まあ、ちょっとそこら辺は。うん。はい、火の閻魔もらって終わるかな。まあ、ちょっとその辺、そう、今日ね、これ15日に撮ってるんですけど、見てこの補正、意味わかんなくないこれ。このイカレポンチ補正をね、何でやっていこうかなってちょっと今考えてるんですよね。ということで、まあ、そう考えたら10日のプリがね、結構良さそうなんですけど、まあ、ちょっとね、考えておきますわ。何使うかは。ちょ、間違えた。で、忘れずにこの強ゴマポイントを、プラス2に変えておくと。これ大事、こういうのマジ大事なんで、まあまあまあ HP のフレセルでいいかな。ということで今日はここで終わろうかな。まあ新境馬ね解説させてもらった上に、まあ、両方もらえたんで今日はね、運が良かったです。ということで、このままねまた新しい
強ゴマの動画をとかも出していきますんで、よかったら高評価チャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。